この景色を見ていると、まだ幼かった綾香と一緒に行ったお祭りのことを思い出します。あなたが築いたこの町は、シャブリオの当主である私の目から見ても火の打ち所がありません。今はあなたと私の二人しかいませんから、どうでしょう、一緒に歩きませんか。これらの屋台はとても丁寧に配置されていますね。少々賑やかさには欠けますが、二人きりなら気兼ねなく、それに一風変わったお祭りを楽しむことができます。とても嬉しいです。ありがとうございます。